皆さんこんにちは、トミックです。なんやかんやあって2015年終わって2016年ですね。でまあこの年も俺がガラッと変わった年でして、まあその年で俺看護師辞めたんですよ。 YouTube 一本でやっていこうかなみたいなのと、あと登録者数が50万人超えたんですよ。50万人超えて看護師を辞めました。50万人近くになってくるともうだんだんね、働いててもバレてくるんですよね。患者さんをさ、車椅子でこう検査に連れて行く時とかも、エレベーターの前で待ってると、親子連れのさ、患者さんいるんですよ、が俺のところを指さして、ママなんか見たことあるみたいなこと言ってきて、あ、YouTube 見てるんだね、ふふって思いながら俺はね、そういう聞き流してるんですけど、そういう微笑ましい方もいたり、病棟で俺の名前を大声で叫びながら、病棟を周回する若い患者さんとかいたり、しかも俺が休みの日にね、続けるのも多分もうちょっと物理的に無理だろう。持って1年だろう、みたいな思って。YouTube の方が収入は多かったんで、やめてもいいかなと思ったんですけど。で、まあそこからは前の動画で話したことと、もうかなり被るんですけど、ここで築地市場に通い始めましたと。で、俺は魚介系になりましたと。動画見てくれてセンキュー、登録ポチッとイエイイエイイエイ。